同じくロシアヤグディンの演技をご覧いただきましょう。18歳です、アレクセイ・ヤグディン。昨年のヨーロッパ選手権のチャンピオン、もちろん世界選手権でも勝ちました。綺麗なジャンプ。ここはコンビネーション、トリプルアクセル、トリプルトーループ、3回転3回転ストロップ長い、高いですね、大変ね。まだ大きなミスないですね。そうですね、全種類入ってますね、全部入ってきてますから。今のループも綺麗でしたね、はい。ジャンプも決めました。ポーズが出ました。ロシアアレクセイ・ヤグディンの演技でした。18歳、素晴らしいですね。ミスはあったんですか今。いや、多分
クワトロの後にトーループを入れるつもりではいたと思うんですよ、はい、スケートカナダの時にやはりはい、カムリックスで飛んでましたから、でも一つ一つのクオリティをきちんと大事にするっていうことは大切なことだと思いますし、